今週開かれた政府の GX 実行会議の第2回の会合で、えー、日本の <laughs> エネルギーの安定供給の再構築という資料が事務局から提出されました。まあこういう政府の会議の事務局資料なんていうのはまあ面白くもなんともないもんで、えー、今回は、今回も 僕は大して期待してなかったんですけども、えー、今回はこの手の資料としてはあ、異例なぐらい読み応えのある資料なんですね。で、この最大のポイントは、今まで日本のエネルギー政策では安倍政権以降ですね、えー、原発の 新増設は想定していないという方針をずっと続けてきたわけですね。で、今の第6次エネルギー基本計画でも新増設は想定していない。で、主力エネルギーは再生可能エネルギーであると。原子力は依存度をなるべく低減するという方針だったわけですね。ところが、 今度のこの GX 実行会議の資料では、新増設するという方向が打ち出された。正確に言うと、打ち出されると報道されたんですね。この24日の午前に。各種一斉に新増設っていう言葉が出てきたんで、この資料を読んでみたんですけど、 実は、心臓説っていう言葉は一回も出てこないですね。心説っていう言葉は一回だけ、中長期の課題として出てくるんですけど、心臓説とかリプレイスとかっていう言葉は、実はこの資料には出てこない。じゃあなんで各社が心臓説って大騒ぎして、朝日新聞なんかは、なんかもう、けしからんことだみたいな、えー、危機を煽るう、えねちとかなんかいうことを、 書いてましたけど、実は、新増設という言葉は、この資料ではなく、その、おそらく事前レで出てきた話だと思うんですね。で、岸田首相も、この日の会議では、新増設の検討を指示するという言葉を出してるんですけど、実は、この、まあ、あの、基本的には資源エネルギー庁の書いたもの、 あと理解していいと思うんですけど、この GX 実行会議の資料には、そのはっきりとは、その新増設という方針転換は書いてないんです。しかし、岸田首相の話でも、事前略でも、新増設に転換するぞ、ということを強調してるわけですね。で、 これはなかなか巧妙なやり方で、えー、公式に、例えば国会で追及されるとですね、それはまだ、その新増設やるかどうかは検討中であるっていうふうに答えられるんだけど、マスコミ的にはもう、ウォールストリートジャーナルなんかも全部含めて、日本政府は原発新増設に転換したというふうに世界に報道されてるわけですね。で、おそらく、今後、 現実に転換するだろうと思われるわけです。なぜならそうしないと2050年カーボンニュートラルは絶対不可能ですからね。もうこの資料にも書いてるように再エネは平地面積あたりでもう世界最大になってて完全に飽和してると。再エネだけで2050年カーボンニュートラルなったら不可能であると。不可能とは書いてませんけど、まあそれに近いこと書いてて再エネについてはほぼ手つかず のまあ、今のの現状の数字しか書いいてない原子力については非常に細かいことが書かれていて特に次世代革新炉という言葉が何回も出てくるんですねでこれはその次世代というのは何を見せるのかっていうのはちょっと微妙なところがあるんですけども今の原子炉を第二世代と考えると第三世代というのはあのちょっと ややこしいんですけど、ABWR っていうですね、あの、柏崎なんかにある、あの、安全性を高めた、ー軽水路があるんですけど、そのもう一つ先、いわゆる第四世代の原子炉として、今、世界的に注目されてるのが、SMR、小型モジュール炉っていうのが、今、建設がもう始まってるんですね。 で、2020年代にはアメリカとかカナダとかあるいはヨーロッパでも運転が始まるという予定なんですね。実はこれには日立がかなり協力してまして技術はかなり日立が持ってる。だから日本でも同じ原子炉をやろうと思えばやれる状況なんですね。ただし、日本の場合、 その福島の事故の影響で政治的な反発が非常に強いために立地が非常に困難である。それからもう一つは安全審査が非常に非効率である。で、この SMR っていうのは、まあ、あのニュースケール社の場合で言うと7万キロワットぐらいのかなり小さいもの。それをたくさん並べて発電するわけですけれども、これを一個一個、 従来の100万キロワット級の原発と同じ安全審査をしていたら、とてもこれはもう時間が足りないわけですね。だからやるとすれば、例えば最初の1機について安全審査をしたら、あとはもう電気製品と同じで、1台1台はあの、その安全審査しないで、形認定をするというやり方にすれば、 安全審査のコストは大幅に圧縮できるわけですね。原子力のコストっていうのはもうほとんどがこの安全設計のコストですから、これを節約できれば、今までよりも大幅に安くすることができる。で、まあこれがね、今,今後注目される一番大きなポイントなんですけど、その SMR がかなり前面に出た。 案になってるわけですねおそらくこれは資源エネルギー庁が今後具体的にそういう方向で進めるつもりだろうと。でこれは誰が書いたんだろうかっていう噂がいろいろあるわけですけどまあ筆者はわからないわけですけどまあ当然これはそのメインになってるのは資源エネルギー庁だし経済産業省であるしそして えー、その一番指揮を取ってるのは、えー、岸田首相の首席秘書官である島田隆さんという経済産業省の事務次官から首相秘書官になった初めてのケースですねでなんか岸田さんの改正の同級生かなだそうですけど、まあ、非常に要するに霞が関全体の司令塔になってるわけですねで島田さんっていうのはもうこの10年ずっとこの原子力業界のキーパーソンだったわけですね 東電の執行役員になったり、現場機構の特別顧問になったりして、次の東電の会長になるかとも言われてたんだけど、まあ、今回、うんうん、官邸に来たと。いうことですから、まあ、電力業界で、に対しては、非常に、ま、抑えが効くと。で、霞ヶ関でもですね、まあ、なんていうかの、この10年ぐらい、この、 エネルギー産業っていうか電力協会、島田さんが何を考えているかっていうのがいつも話題になるぐらいもう大変な実力者ですから、彼がこういうふうに方針をはっきり打ち出したということは、文字通り新増設の方向に向かって、日本のエネルギー業界が動いていくということだと思うんですね。これは久々に日本の政治で 前向きの動きだということで注目していいと思います。